こんにちは島田売らない営業がやばいっていう話なんですけど、これね、すごい難しい話です。売れない営業マンっていうのは聞かれたことあると思いますけど、売らない営業マンっていうのがあるんですけど、これは心の病気です。実際私、営業を始めて3年目か4年目ぐらいですかね、部下を持ってたときに、 部下が突然、ね、そういった状況になったわけですよねえー、不思議だなんでだろうっていうのがありましてね前の月まで普通に売ってたわけですよそれがいきなりね売らなくなったそれであの見込みどうなってんのって出してみるとたくさんあるわけですよそれでおかしいなこんなに見込みがあってなんで決まってないのっていうことで聞いてみると不思議なことがわかったんですよね 見込みがたくさんんあるんですよところが、契約も取れてなければ断られてもないんですよ。おかしくないですかって話ですよ。わかりますこれが心の病なんですよ、えー。どういうことかって言いますと、営業って断られるのが仕事のようなもんなんで、 断られ続けるのがどん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 こうたまっていくとですね、ある段階を超えた瞬間に、おあ見たくなるわけですよ。断られるのが嫌だってなって、断られないためにはどうすればいいと思いますそうなんですよ。クロージングしなきゃいいわけですよ。考えていてくださいみたいなやつですよね。これだと、契約も取れないし、断られもしないわけですよ。 この状態を本人が無意識でやっちゃうのが、これが怖いんですよね。ということで、それに気づいて <laughs>、やべえ、こいつ、みたいにね <laughs>。とにかく、その見込みがあったところ、全部お前断られてこいよと。もう今月末ま,までで、やるかやらないか決めてもらって、こう言って送り出したわけですよね。したら元の 売れる営業マンに変わってくれたわけですけど、まあ、そんだけね、結構見込みが溜まってると、えー、契約が取れるところもあれば、断られるところもある。それはそれでいいんですよ。とにかく、例えば2023年の1月時点で、契約なのか、ダメなのか、断られるのか、もうそれを毎月毎月やっていくのが、我々営業っていう仕事なんで、ただね、本当にある日突然、そういった売らない営業マンに、 部下が陥る可能性があるんで、まあ、特にね、経営者の方であるとか、えー、部下を管理する立場のあなたはね、それを見とかないと、そのまんま売れなくなって辞めちゃった営業って私、見たことあるんで、ぜひね、この売らない営業の病気、要は心の病に陥ってないかっていうのを是非、ぜひ、 判断してもらって、適切に、ね、処置するっていうのをされた方がいいですよっていうことで、この占い営業はやばいよっていう話です。終わります。